はい、こんばんは、山城と申します。こんにちはなんですね、この時間ですと、じゃあ今日はですね、どこにおるかというとですね、もうここに書いてあります、今は三重県四日市市河原町、河原町の駅前に来ております。これね、今日は何をするかというとですね、ちょっとね、出かけるわけでございます。大阪の方に出かけるので、ちょっとここを使いましたよということですね。じゃあなんで出かけるのか。まあ、それよりもですね、まず今ね、これね、要は大阪に出かけるのになぜ河原町におるのかというところなんですけど、要は、パーク&ライドですね。あれですよね、河原町というのはですね、まあ、四日市の方なら分かりますけど、近鉄四日市駅の、ね、すぐ、北隣でございます。この、ね、河原町駅まで来れば、電車で一駅で移動できるわけなんですけど、近鉄四日市の駅前ってすっごく高いんですよね。半日で 1000円以上なんて当たり前、1日、ね、ずっと止めとったら、1800円とか、ね、2000円とか、それぐらいは行ってしまうという、ね、ところも多い、ということで、一つ隣に来るとこれが安いですね。あれね、実は24時間でここ、参考さんがやってるところですからね、300円安いじゃないですか。だったらちょっと一駅先から行こうというわけです。一駅分ね、ちょっと料金とか、まあ、ここね、普通しか止まらない駅なんでね、準急と普通しか止まらないから、不便やないかというかもしれませんけど、まあ、そこはね、一つご安心くださいと、いうところです。ということでですね、今回あそこに止めてみました。で、ちょっとね、独特ですね、支払い方法とかが、先にね、ちょっとちらりと通ってきました。こんな感じで。これ、番号選んだらいいね。あ、48かとか、そういうのも対応できるんですね。これで、2番。今日は多分1日では戻ってこないですかね。そうすると48円で600円にするんですね。600円入れたらいいと。よいしょ。そうすると2つ入れるとお釣りが出てきて、そしたらこんな感じで出てくるんや。で、これをフロントに入ってたらいいみたいですね。で、ということでね、結構独特でしょう。うん。ということでね、まあ、これやってたらね、2日とか3日とかも止めとけるんで、結構前払い式のところだと最大24時間分しか払えないところなのでね、そうするとね、結構今回みたいに1日以上、24時間以上かかるんじゃないかというときには、ちょっと、困ったかなということが多いんですけど、これは助かります。まあ、欠点一つだけ言うと、これ、これをかざしておくと、もう2日間帰ってこないんだなってばれてしまうんで、そうするとですね、車上荒らしとかにね、あのリスクっていうのは上がってしまうというのはね、まあ、ご承知おきよというところでしょうかね。ではこのまま河原町から今日は大阪に向かっていきましょう。